たら150年以上も経ってしまってるやんか。でその中でまあいろんな時代があって、それでやってることは根幹は一緒でという。これがその羊羹漬けなんですけども、で、まずあの見た時にお客様が、なんかレバーつけてるの甘いの、これ関西のお客さんが甘いから羊羹漬けみたいな、いや辛いんですよみたいなそんな話で、であの実際にはこの、これはレバーじゃなくて、武士の肝っ玉を養う漬物っていうことでどうも伝わってるみたい で、 肝っ玉って何やっていうと、心と体なんですよね。二十何年前阪神大震災でこちらの方のボランティア隊も炊き出しに行ってるんですよ。でその時にこの羊羹で刻んだのを彼らに託して、これを、現場で炊いた飯に混ぜてくれと、味ご飯になっちゃうんですね。でそれを供給したら、まあ、数ある炊き出し隊の中で人気が違ったわけですよ。その時に人々に力を与えたわけですよ。武士の肝っ玉を養う、まさしくそうやなと。例えば伊賀の人が世話になってる大阪とか東京の人に送ってくれるわけですよ。そしたらね、送られた先のお客さん分からないでしょ、どうすんねんこれみたいな。でそれを送った人は説明しなあかんですよ。それは郷土伊賀を、情報発信する一つの媒体になってるのかな。実際これは売りなんです、白売り。うちは 100%伊賀で作ってもらってる売りなんですけども、売りを中くり抜きまして、種があるからね、で空洞できちゃう。そこへまたしそとか生姜とか大根刻んだのを詰めてあるんです。で、あのそれをうちはお醤油で2年漬けてあります。羊羹漬けっていうのは、古漬け、つまり発酵度の高い漬物っていうのはほとんどもうお近くのスーパーで見てないはずなんですよ、ね、じゃあ宮崎屋って何が強みやということを考えたら、あの羊羹漬け羊羹漬けなんですけども、羊羹漬けという発酵、自分とこ独自の発酵が強みやってんなっていうのがまず、気がつきまして、これがね、その、もう5、6年ぐらい前からやってるんですけども、私どもの、古漬けを愛してくださってるお客様、平均年齢が非常に高くなってる。で、ふっと考えてみれば、今、例えば若い方が漬物食べてんのという。これ商品名がね、本当は羊羹漬けドレッシングなんですが、コンセプトがかけるお漬物ってなってます。コンセプトの方が大きいんですけどねうちの羊羹漬けが、これ家内の本当に缶やったんですけども、乳製品とうちの発酵の味が合うっていうのが最終的に出来上がったものっていうのが、アイスクリーム屋が思ってたよりもずっとうまかったんですよ。アイスクリーム屋も想像できない味だったんですよ。で、こんなうまいこといくんやったら、そいつはスペック知ってますから、他の商品ですぐできるじゃないですか。試してみて、全く違う味。ざまあ見ろ思いましたね。で、本当にうちの羊羹漬けのお醤油の発酵と乳製品が合う。長女がチーズでね、試したいというのが、で彼女のそのプロデュースとして
クリームチーズと羊羹漬けいけるわって分かってた。それをどう商品にするかという中でベーグルが出てきたという。いくつかやってきて、言うたらこれ成功体験ですよね。でだんだんその私の家族にしても、それから店のもんにしても、それが楽しくなってきてるんですよね。で、お客さんからしても、今度宮崎屋さん何作るのみたいな、そんなもこう感じるようにもなってってるし、ただ僕はもう本当に一番そこで気をつけてること、羊羹漬けドレッシングだったから、絶対宮崎屋さんそれシリーズ化すんで、当たってるからね、マーケティング的にはそれが正解かもわからん。でももしその時にね、塩ドレッシングなり、まあ他の作ってやったら、うちはドレッシング屋さんになっちゃうわけですよ。他のアイスクリーム作ってしまったら、うちはアイスクリーム屋さんになっちゃって、羊羹好き宮崎屋ではなくなってしまう。せやから、羊羹漬けの根幹、軸足をきっちりしといて、それでまた全然別の商品開発。1m80の大きな桶が今9基ほどあります。うちの場合はその木の桶に、言ったら昔からのうちの菌が、羊羹漬けの菌が住んでもらってるわけです。もうこの100年以上の中で住み着いてくれて、それも残っててくれた菌ですから、多分科学的に真似するのものすごいコストが、膨大なコストが、技術がいるんじゃないかな。昔からある100年以上使ってる桶っていうのが、調和をうまく保ってくれてる住みかになってる。地元の小学生がね、地元のことを知る、大体ね2年3年ぐらいでフィールド学者みたいなね、そこへ当てはめてくれるようになったんです。もう容赦なく自分の考えたことをわーという、感じたことをわーという。例えば大人やったらくっせーとか言わないね、いう子もいれば、ほんならおっちゃんご飯食べたなってったっていう子いるんですよ。今までずっと、お店でもあったかいご飯にいいんですよっていうことで売ってきましたけども、お客様の方が生活習慣が変わってきてて、でご飯ばっかりたくさん食べなくても他でおいしいものいっぱいあるから、そしたらその売り方っていうのは通じなくなってしまいますよね。人々の生活が変わってきてますから、同じように作ってきてそれをお渡ししてる、それは伝統の継承どころか、もう伝統じゃなくて伝達に過ぎないと。そこまでの作業は、じゃあ伝統って何や。伝統の統っていうのは統一の統とかね、僕はコントロールするっていう意味があると思うんで、伝わったものをコントロールして皆様に打ち出してみる、その作業をして初めて伝統の継承、伝統やというふうに、娘にも今受け継がしているところです。企業の概念だけで決めてたら、その大きな桶なんか使いにくくてしゃあないから壊してたやろうと、家業的な概念があったから残ってったんちゃうかなと。長女がね、継ぎたいって言ってくれたんで、で彼女の時代になっていくやろう。羊羹漬け宮崎屋っていうのはどっかでちゃんと残していく。まあ今日撮ってもらってるのが、ひょっとしたらその一つのアーカイブであるならば、これが10年後20年後、宮崎屋のこと言ったけどもどねなってんやというので、また楽しんでもらいたいかなと思いますけどね。